こんばんは、お元気ですか。今日は東京の家に戻ってきて、今からご飯を作ろうと思っています。先日はセカンドハウスでデトックススープ、心身ともにリラックスして戻ってまいりました。今日はあいにくの雨で、また温度がぐっと下がって体調崩しそうだなと、やだなと。本当にこの気圧とか温度の変化でめまいがするので、本当に憂鬱になるんですけど、美味しいものでも食べて元気になろうかと。週末も野菜で結構身も心もスッキリとしたので、今日はと言ってもね、本当に家にあるもので、いつもなんだけどごめんねなんだけど、ちょっと工夫して美味しいもの作ろうかなと。本当に家にあるもので、今日はちょっとアイディア浮かんだものがあるので作ってみたいと思います。いつもの夕飯だよ。よかったら最後まで見てねっていうか、私今日本当に素顔で、ちょっとリップだけ塗ってみた。なんかちょっとあんまり見ないでっていう感じでさ、なんかさ、前回の動画とか日差しによってはめっちゃこの辺たるんで見えたりとか見えなかったりとか、どれが本当に自分なのかよくわかんないみたいな衝撃でも、鏡見るとそんなに私この辺たるんでないよねとか、なんだろうね、その日によって映り方によって変わるっていうの怖いね。気をつけないとね。ということで伸ばしていきたいと思います。はい、では夕飯作るよ、スタート。はい、そんなわけで新じゃがありました。あとパン粉も、あ、誰か使ったな明太子もあったんで、コロッケを作ろうと思ったんだけど、以前動画でも紹介した明太子コロッケ、めっちゃ再生数上がったうちの定番のコロッケなんだけど、今日卵がないのよ。残念ながらコロッケ作れない、どうしようって思ったんですけど、明太子とじゃがいもはコロッケ風にちょっと混ぜて、それをちょっとパン粉を上にかけて焼いてみようかなって、それでも美味しいんじゃないかなって思ったんです。ちょっと本当にジャストアイディアなんだけど、なのでそれを今日はやってみようと思って、まずじゃがいもを何個か皮を剥いて、茹でて明太子とバターで混ぜて、でそれをちょっとオーブンで焼いてみようと。あとはお魚があるのでそれも焼いて、あとはこの間豆ご飯にした時のグリーンピースがちょっと茹でて下ごしらえしたものが冷蔵庫に入っているので、それとベーコンもあるので、ベーコンとグリーンピースを入れた炊き込みご飯風、洋風ご飯っていうのもいいんじゃないかな。それもジャストアイディアね、思いついたんだけど、材料見ててね。それをちょっと今日は作っていこうかなって。お兄ちゃんは仕事帰りにラーメンを食べてきたらしく、次男は一人暮らしを始めると言っていて、なかなか荷物が近所なんですけど、まだ全面的にお引越しなされてないので家にいるんですけど、今日は作っといてくれれば食べるっていうことだったので作っときたいと思います。とはいってもじゃがいもおそらく4個ぐらいかなね。全然レシピとか思い浮かべてないんです。本当になんか、あ、ちょっと気分でこれ足してみよう、あれ足してみようみたいな感じでやってみようと思いますので、まずは後ろでお湯沸かしていて、じゃがいも皮剥いたら茹でていきたいと思います。なんかいろんなじゃがいもについてはそれぞれ皆さんの下ごしらえのやり方あるみたいですよね。皮ごと蒸して皮を剥く人、その方がホクホクして美味しいよっていう人、いろいろですが、チンする人、私はなんか一番安心できるのは皮を剥いて小さくカットして茹でるパターンが好き。なんか火加減を自分で調整できて、あ、これぐらいで OK とか、わかるじゃない、目で。それが私は好きです。はい。ということで、4つ皮を剥いたので、4等分？見えてるか？今日はちょっとカメラアングル変えてみたのよ。
いつも同じだとみんな飽きるかなと思ってちょっと横に斜に構えてみたんだけど、どう？4等分にじゃがいも切りました。あとはこれを茹でて柔らかくします。それから明太子、まな板変えますね。明太子ちゃん便利なのは、冷凍にしてある明太子ちゃんってこのまま簡単にポキッてなるじゃない。これがすごい明太子ちゃんのメリットで、この冷凍にしてある方が周りについてるこの薄皮がペロッと剥けるっていうね、これがねすっごい便利なのよ。こうやってさ、凍らせてるやつって薄皮がほらわかる、こうやってペロペロペロって取れちゃうの。これがねめっちゃ便利なんだよね。だから逆に冷凍にしといた方がコロッケとか作るときには便利だなって思っていて、たまたま今回はね、この間のピーちゃんと糸島に行って、その帰りにね、福岡のエアポートで時間があったから美味しい美味しい明太子をゲットできたので、こんなに立派な明太子、素晴らしいよね。これほんと素晴らしすぎるし、味もしっかりしてたので、あんまりたくさん入れすぎるとちょっとしょっぱくなっちゃうから、ほら、こうやってポロポロできるからいいよね。今日はじゃがいも4個分に対して1本で十分なんじゃないかなって思ってるんだけど、うん、大丈夫よね。だってさ、この量でこの量だから多分混ぜたらちょうどマイルドになるんじゃないかなと思うんだけど、味が薄いっていうのはこういうコロッケみたいなのを食べるときにはちょっと難しいじゃないですか。だからちょっとだけ多めにやっとこう、調整できるからね、こういうのがね。はい、ほらこうやって薄皮がペロってね剥けるのが便利だよね、冷凍しとくと。でこんな感じで全部使わなくてもね大丈夫。これをじゃがいもと一緒に混ぜます。そしたらいい感じに茹だってきたので、この先日糸島でゲットしたまたいちさんの塩をちょっと入れて、自然の恵み大切に。でじゃがいもを入れます。ちょっと蓋してね、早いことの方が。はい、そしたらこっち方でじゃがいもを茹でてるんだけど、こっちでちょうどご飯土鍋で炊きたいと思うんだけど、2合を洗って水につけてたやつを入れます。でここにお豆、先日豆ご飯にしたお豆が冷蔵庫に入っていたのでまだ大丈夫よね。パラ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 、たくさん豆入れて、いいね、もういっぱい入れちゃおうか、残しててもしょうがないから全部入れよう適当、全部入れよう。ここに美味しそうなベーコンあったから入れようかな。これベーコンちゃん、ベーコンちゃんをカットして、はい、また半分にして、こんな感じをここに入れちゃって、大きさも適当でいいから、はい、入れちゃって、これでね十分もう塩加減出るからあんまり入れなくていいとは思うんですけど、やっぱりちょっとこのまたいちさんの塩を入れたいぞと、ひとつまみ、はい。それで今日は贅沢に オーガニックのバターがあるので、このバターもここに入れます。一かけ、水加減しましょうか。2合に対しては360ミリのお水を入れます。ちょっと水少なめでもいいかも。いい感じですね。ちょっとだし醤油入れとこうかなって思いました。今だし醤油ちょっと、うん、
それでいいんじゃないの？ちょっとこうなじませて。で、これで炊こう。ね。おいしそう。こっちもいい感じ。はい。で、土鍋の場合は、土鍋用のこういった特別な蓋がついているものを扱っております。そして、これで十字にして、こっちとこっちをね。それで、強火でまず、プシューって湯気が出るまで、強火でいきます。湯気が出たら10分間弱火で10分蒸すだけ。ということで、ご飯もセットしました。はい。これは動かしちゃダメ。で、こっちはできたら混ぜてオーブンに入れます。あとお魚ね。はい。そんなわけで、でそろそろじゃがいもさんが出来上がってるんじゃないかな。ほっ！ちなみにこの鍋はルクルーゼなんですけど、私はこれ18センチを使ってるんですけど、ルクルーゼは向こう側にね、角にあるんですけど、1、2、3、4個ルクルーゼ持ってて、結構万能ですね。このサイズだと肉じゃがとかこういったボイルする時にもいいし、何にでも本当万能で使えるので、ぜひおすすめです。それでルクルーゼさんは、ポイントは強火で使わないっていうことがポイントで、強火で出汁を入れる料理をしちゃうと焦げちゃったりとかした時に手入れがちょっとめんどくさいなっていうふうに思ってしまうんですけど、お手入れ方法は焦げちゃった時は重曹を入れて焦げを浮かしてそっと取るっていうのがいいそうです。それは先日教えていただきました。あとは焦がさない限り何年も何十年も使える鍋ということで、ここに私22センチも赤で持ってたりとか、もう一個は黒で24センチ。あら！こっち沸騰してきましたので、弱火にして10分。スタート。で、これは24センチ黒。というものを揃えておりまして、活用してます。ルクルーゼさんおすすめです。ここに、明太子をもう放り込んで全部入れてしまえ。はい。そしてバターも入れます。バター今日は多め、贅沢。本当はね、普段バター避けてるんですよ。乳製品体に合わないからあんまり取っちゃいけないんだけど、これはねバターが入んないと美味しくないので、よしとしてます。避けてるというだけで何か急になんか発作が起きるわけじゃないので、なるべくね、体に合わないものは取らないようにした方がいいっていうことです。そして、これ全部入れたところを潰していきたいんですけど、ちなみに、中は、こんな風になってます。コロッケの時も手順は一緒。本当はね、マッシャーとかがあったら、ギュッギュッて簡単に潰れるんですけど、ちょっと今、ないので、とにかく細かくなればいいんですよ。今日はコロッケじゃないから、ちょっと残っててもいいかなって。コロッケの時ももちろん残っててもいいんだけど、これは好みだよね。コロッケの場合でもじゃがいものところを残したいのよっていう人いるじゃない。どっちでもいいと思う。今日はちょっと形を残す。で、こんな感じで。もうこれで十分ごちそうよね。もう何も味付けは。茹でるときにじゃがいもに塩を入れただけ。これでグラタン風に。これかわいいでしょう。グラタン。用のオーブンでも使える。はい。で、あとはパン粉を振ってちょっと味足りるか足りないか味見してみる。うん、うん、おいしい。グッド。そしたら、
ちょっとお野菜を入れたいなと思って、とりあえずちょっとこれを洗いますね。今私が使ってる石鹸がめちゃくちゃ最近気に入ってるお台所用の石鹸なんですけど、たびたびインスタとかでもね、みんなにシェアしてるんだけど、なぜシェアするかっていうと、地球に優しいからね。こういう手作り石鹸は水道から流れていってもね、地球に優しいということで、スポンジも最近はプラントベースのものを使うようにしてるんだけど、石鹸はこの固形タイプで、大田さんちの手作り石鹸っていうのをアマゾンで見つけたの。取り寄せてみたら、もうこんなにたくさん使えて、でも私はこれで洗っちゃってるぐらい。私は手荒れとか肌が弱いタイプではないんだけど、おそらく肌が弱い人たちにもいいんじゃない？だって、地球に優しい石鹸だからね。で、こういう風にちょっとこびりついたところは、私は最近たわしを使っていて、たわしでこすれば、綺麗になっちゃう。ほら、昔の人たちがよく使ってただけあって、ぐれものだなって、ちょっとした汚れは全部たわしで落ちるもんね。こういう鍋のなんかちょっと、ね、スポンジでは落としきれないものっていうのは、たわしで落ちるから、すごいなって。すっきりですよ、すっきり。で、ここに熱湯を入れて、野菜を茹でます。料理したって大事ですよね。そろそろご飯もほら25秒ぐらいであと蒸らすっていう。ブロッコリーがたくさん残っていたのでブロッコリーを入れます。すっごい株が大きいブロッコリーだねこれ。ブロッコリーさん、お、さっきのルクルーゼの鍋に入れます。またいちさんの塩も入れます。今日はインゲンも茹でようと思ったけど半分急げ。それからですね、お魚があるのでお魚をかす漬け、賞味期限切れそうなので焼きます。これは焼いとけば明日も食べれるから4匹焼いちゃいます。よし。かす漬けってさ、難しいのは焦げるよね。落としすぎてもいけないし、強行するうちに絶対もうブロッコリーいいはず。めっちゃいい感じ。よし。湯気がすごいです。水で締めます。氷で締めておきます。氷で締めます。ちょっとなんかふにゃふにゃになっちゃうの嫌だからね。ちょっとだけこんな感じでいきまーす。よし、オッケー。じゃあ次、これオーブンを温めてるんで、このパン粉を上にちょっとね、マイルドさを出すために今日はマヨネーズをちょっと、こだわりのマヨネーズおすすめ。こんな感じ。これをこのパン粉も私おすすめ。
いい感じの仕上がりになります。胡椒をちょっと、はい、で、ちょっとオーブンに入れるよ。で、お魚を焼いてるわけなんですけども、この布巾すごいお気に入りで何種類か持ってるんだけど、これね、大好きな布巾で超おすすめです。柄が可愛いので皆さんぜひ使ってみてください。大布巾検索してください。さて、そんなわけでお魚もいいし、ご飯オープン。うわー、絶対おいしいやつに決まってる。絶対おいしいよねこれ。ほら、ふかふか、ちょうどいい、いい感じです。おいしいぞ。はい、そしたらブロッコリーとインゲン、これは全部使わずに今日の分だけちょこっとあればいいかなって思っています。で、これをごま油と塩昆布、この間ワークショップやった時にスタジオにファンの方がいらして、手作りのごまをいただいて、めっちゃ美味しい、これありがとう。これをちょっとかけて、簡単に、はい、こんな感じ、こんな感じの器に入れて、美味しそうだよ。はい、完成。それからまた追いごま、あとはお魚もいい感じなんで、ほぼ出来上がりです。ということで完成しました。足早に作りましたけども、で、出来上がりました。いかがだったでしょうか。はい、ということで美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ってノア君たちもご飯食べたね。ね、今日の総合的な感想を言うとですね、全体的に味が濃かった。明太子がすごい高級なやつだったので、明太子の味がすっごい出てましたので、あれは量がちょっと少なくてよかったのかなっていうのが今日の反省点でした。ご飯はグリーンピースとベーコンのコンビネーションは絶妙でしたね。美味しかったです。鮭も普通に人が作ったものを焼いただけなのでめちゃめちゃ美味しかったし、ブロッコリーとインゲンはシンプルにごま油と昆布といただいた美味しいごまで和えただけなのでとても美味しくいただきました。ということで、いつものご飯動画次男に明太子コロッケをすごい好評でみんなに見ていただいて、で、今日創作で卵がなかったおかげでコロッケじゃなかったのがすごく残念で、でもあれはあれで美味しかったから良かったけど、もうちょっとお勉強してから YouTube をシェア した方がいいよという指摘を受けました。なのでちょっと味の加減は自分たちでよろしくお願いします。次回はもっと美味しく工夫したいと思います。美味しかったんだよ。でもね、明太子コロッケほど私のフェイバリットでみんなにめっちゃもう美味しいからっていうとこのレベルまで達してなかったなっていうのが、まあ次男に言われてみて、まあそりゃそうだったねっていうことなので、私の料理って本当にその日によって変わるから、まんま作るっていうのももちろんいいけど、今日のはちょっと加減しながら作ってね、はい、っていう感じになったよということで、今日も終わりにしたいと思います。はい、ノア君バトンタッチ、ブリちゃんおいで、早く来て、グーちゃん来て、グーちゃん来て、バトンタッチ、グーちゃんが来てくれました、グーちゃんが来てくれましたということで、またな、また、またしぐな、次の動画はきっと韓国の旅行の動画になるよ。誰と行くかはお楽しみに。
すぐわかると思うけど、韓国に行ってきまーす。僕はオルシュバンでーす。じゃあねー。バイバーイ。グーちゃんほら。はい。みんなバイバーイ。またすぐねー。